シャーロット・アマリーはアメリカ合衆国の自治領であるアメリカ洋、バージン諸島の首都セントトーマス島に位置する人口は18,914人同盟の海港を持つ港湾都市でかつてはカリブ海の海賊の本拠地の一つであったが現在はクルーズ観光港となっている2004年には約150万隻のクルーズ観光船が停泊した シャーロット・アマリーは、北緯18度20分36秒、整形64度55分49秒、北緯18.34333度,度、整形64.93028度、18.34333-64.93028に位置している。シャーロット・アマリーは、数多くの歴史的建造物が残る歴史の町である。1672年に、 デンマーク西インド会社によって入植が始まり、1691年にシャーロット・アマリーがデンマーク領をバージン諸島の首都に定められた。1967年にバージン諸島を津波が襲った際、シャーロット・アマリーは大きな被害を受けた。第一次世界大戦下の1917年、アメリカ合衆国はパナマ運河防衛のために、 バージン諸島をデンマークから購入した。1927年には住民にアメリカ合衆国市民権が与えられた。西半球で2番目に長い歴史を持つシナゴーグであるセントトーマスシナゴーグもシャーロット・アマリーに立地している。市内の歴史的建造物や文化遺産はセントトーマス歴史トラストによって守られている。また、シャーロット・アマリーには多数の免税店が立ち並び、 観光客向けのショッピングエリアにもなっている。氏名はデンマーク国王クリスチャン五世の王妃シャルロッテ、アマーリエにちなんで名付けられた。気候は熱帯のサバナ気候である。ありがとうございます。